graduaciones cuando se convierte en gay. Y eso nada más pasa en febrero. Y se tienen que comprar los boletos. とりあえず東武線の方行きたいと思います。着いたんですけど、ちょっと写真撮るので動画は撮らないです。乗るときだけ動画撮ります。7万人来ました。上野です。とりあえずこれ乗って新越谷までとりあえず2番線の電車東武スカイツリーライン直通東武動物公園行きです。ドアが閉まります。手荷物を無理なご乗車はおやめください。ご注意ください。急行があるとのことで西新井で降りました。西新井から急行で新越谷に向かおうと思います。通過ですね。ちょっと動画撮ります。通過していたのは1800系のリバイバルカラーの200系ですね。さあ次急行来ます。お5050系来ました。あ、5000系来ました。とりあえず乗ります。新越谷着きました。では浅下線に乗り換えて越谷レイクタワーの方に向かおうと思います。ということで
武蔵野線の南越谷駅に来ました。はい、降りた瞬間、駅降りて乗り換えた瞬間、電車逃してました。とりあえず電車来るまで待機します。で、一旦着きました。お前なんで忘れてたんだよ、お前こんやろ。いやでもね、まあ、結果的に早く着いたんで OK です。てかマジでさ、ワンパチのセカナンさ、通ったのガチ腹立った。階段、もう混んでるから階段。いや、階段ないとこれあるよ。あるあそこ方面。いや、普通にこれは行った方が混んでたね。それ着きました。クレンさんとまあ変化するんですけど、どこに、あ、いたクレンさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。開いてんじゃん。キッズは開いてる？キッズ、あの三席取れましたね。あ、マジ取れた？うん、取れた取れた。マジマジマジ。あの冗談だけど、とりあえず三席取れました。おお。あと今から予約してないの、ちょっと。店員に声かける。あ、ちょっと待って。あの犬のやつ。ああ、そういうこと。ちょっと。犬のやつ出ない。行ってらっしゃい。ジオラマ、あ。駆動車が電源車とかついてる。うん、電源車ついてる。ついてる。ん？容量持ったんだな。ああ。こっちで食べてみた。まあなんかね、気をつけるって大事。ライトってさ、先頭車いるんだよね、さ、周回で。あ、でも、確か、普通の車両でもそういうこと。うん。やばいです。うん？隣にキッズが湧きました。うわ、やばいぞ。キッズスポーンしやがった。しかも、俺のところにキッズ上がった。しかも、ないわ。そうか、ないわ。何もしないから気にしなかった。あ、ホーム足りないこれ。ほんまや。やばい、ホーム足りない全然。ホーム足りないんだけど。
やばい、あと3両あるぞ。なんか値段って安いんだよ。普通に冗談の一番上の人に新幹線10両で買える。これがあれですね、電源車です。これモーターついてる。いや、これはモーターついてない。あの、カマしかついてない。モーターとわがまだから。お前何してんの。いや、お前見てなかった、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、はい、アイくん緊急事態を起こしてます。普通に見てなかった。なんかもうトーマスでもありえないくらいの事故を起こしてます。大丈夫です。トーマスならありえるから。トーマスでありえませんよ。またお前かでもこんなことやんない。またお前かでもない。普通にさ、避けるためにやってたら 何も見てない。ホーム足りないよねこれ。うん、足りないね。よし、じゃあ機関車だけホームから外すか、止めるときは。ああ、なんかそういうこと。なんかね、どっかの東急っていう会社もやるよ、うん、これで帰れる。大丈夫かな。あ、てかこれあれか、こんななっていうの、流通線もあんのか。流通線じゃねえや、なんだ、排線に近い。排線とあとなんだっけ、これ安全側線西は長いの。お前隣気をつけろよ、マジで。流通線になったって来なくて。アイくんのお隣、キッズ湧いちゃって。これどこにやってる、どこに。まあ、寝てただけ見てる。なんだよ。うまいやつね。あ、ごめん。絡む攻撃、うまいやつ。うまい。安心しろ。動かないんだが。あ、それあれだよ。ポイント入ってない。あ、マジで。あ、やべえ、そうだか。それじゃ動かんない。やべえ。もう、クルンさんのパイチが動き出しました。はい、ちょっとわがま。わがま。あとでね、ライナーマッチを走らせるから期待しといて。俺の愛車入ってるの。あと、ちょっとこいつも入れとくか。お、シュンシュンする？うん、パーツとかその後ろにちょっと入ってて、あれなんだっけ、キライスなんか、なんかあそういうのが入って、すごいご丁寧に紙が、あ、そう、まだ取ってある。すごいね。やばいよ。これがあれか、 M 車か。あ、そう、先頭車気をつけて。先頭とあれだよね、モーター車だよ。あ、こう思うよ。かっこいいな。なんか、あ、はいはい、下関降臨かなんかですか。お、ちゃんと、ちゃんと親ができてる。親がちゃんとできてる。スピード出すぎ、スピード出すぎないように。大丈夫だ。ちょっと期待できる。はい、やっぱ教えられないと。スピード落ちすぎた。普通がなってる。ちょっと色味違うね。それが勝ったらこんなにハマる？この量全然ハマってる。ちょっとため気にならない。見て。お。あれ？中やってる。あと1秒で10秒になる。お。じゃあこれ乗っけたら10秒です。怖い、待って、倒しそうで怖いな、これ。いや、多分ちょっとずれたらこれ倒れるけど。あ、これ、ちゃんとロックかかってるから大丈夫。ロックってどういうこと？これ。これがあるから。あ、多分大丈夫だ。僕もね、今季3両だけ持ってるけど、それあるわ。
そう、僕ね、あの N ゲージのね、ジオラマ完成したらね、また一両機関車買おうと思ってる。今んとこ考えてるのがね、高いけど、うん、6号の2000番台の、あの、なんだっけ、国鉄復活色。全然さ、この、あ、64のさ、これ2200円で買ったんだけどさ、うん、全然そんな価格で売ってるのもうないの。マジか、うん、ただね、価格バカ高いんだよ。そう、高いあれ、2万近くするんだよ、機関車1両。やばい、キッズ投入ですか。おお。これ全部加藤で。マジか。ヒスパイン。なんで俺これしか持ってこなかったんや。何もそんなってことか。これしか持ってこなかった。そうだよ。まあ、俺もジュアラもんだ。これお前新幹線。走らせる。リュウチでもいいと。ナイトエクスプレスは走らせないの。いや、ちょっと今から走らせる。あ、こっち入らなくなる。あ、いいか、こっちそう、このままそう。さっきあれくらいだった。さっき、全然これくらい普通に走っていい。腹立ちは今度は入る。あ、こっち動かない、うん、あ、大丈夫、大丈夫、このまま出せる。あ、動いたわ。あ、違う違う、あ、あ、向かって、向かう、向かう、向かう、あ、ダメだ。あ、ちゃんと電気、LED で電気めっちゃ明るい。すげえなあ、量超いいです。調子悪かったらごめん。あ、大丈夫。結構早いよ、これ。マジちょっと必要かもしれない。あんちゃん待って、トワイライト。おー、すげえ。おーすげえ、64と65一緒に行った。おーすげえ。やべえ、監督ってないね。ちょっと速度出してみるか。あれじゃん、なんだっけ、明るくね、大丈夫か。あ、こい、大丈夫か。ちょっとこれが怖いんだよね。外した、どれか外した方がいいじゃない。ぶつかると思う。スピード落として、スピード落として。ああ、ダメやった。ちょっと電源車残って。なくても違和感ない。そうだね。ただ電気供給できなくなる。電源車外した？電源車なくした。供給できねえ電源。ちょっと待って、一回さ、どうしようかな。あ、カメラ持ってきてねえやつだよ。俺も今日カメラ持ってきようか悩んだんだ。ちょっとね、一回ね、ネックスのあれ走らせたいから、ちょっとこいつを一回車庫に入れるわ。車庫というか、どうですか。はい、すみません。野田さくらさん来ましたね。え、あら、あの人暇らしい。ほらやっぱアイスカレーでしょ。はい、ここでなんと野田さくらさん来まして。あ、逃げた。あいつ顔写して大丈夫でしょ。あの人 顔出し NG なのか OK なのかよくわかんないですけど、自分の椅子で 顔探してんじゃん。あれ、ここやってない人って入れないんだっけ。入れるよ。入れない、入れない、入れないよ。当たり前じゃん。あれだよ、親とかじゃねえかじゃ入れないよ。野田さくらさん、バイバイ。 あなた入れないですよ。親じゃねえかじゃ入れないでしょ。ちょっとね、3500円、入れ替えします。3500円が走ってる。おい、かぶらせんな、ゴミ。金だろ。こっちだろ、もう少し出すだろ。いや、お前しまうの、わざわざ。
ないよ。なんで？だって違うやつ走らせる。何走らせるの？新幹線。新幹線乗ってるよ。何をどうかするの？行けよ。隣の方か。あれ公衆輸送すればできないよね。モーター取ればいいだけじゃん。嫌に決まってるよね。モーター車取るだけで。そもそも年齢でけえだろ。あ、そっか。あ、じゃあ俺の6ヤンスあれはあれ、背の8、背の8。なんでね、おかしいだろ。連結しねえ、6ヤンスの6ヤン。できないことはないでしょ。できないよ。あ、できない。あ、てか野田さくらどこ行ったあいつ。あれ、あれ、あいつ消えた。おうおう、推進回想やるの、うん、今から入れ替えします。あ、待って、ここ入んないからね。こっち入れないと。あ、そうだよ、こっち入れないと入らない。お、これも録音した。推進回送とかも。あ、悔しい技だった。かっこいい。最近のスピーケース。あ、次端がついてる。そうそうそうです。端のところで来たこっち側についてる。お、今日買った EDK 参戦です。何新車。え、こっち入れればいい。いや、あの分岐変えるときにあっち脱線しちゃうから。あー、そういうことか。やっぱダメなの。ダメなんだよ、これ長さがちょっと気になかった気のせいかな。コピー1個出してない気がするんです。高瀬も。ちょっと待って、何秒走ってるか数える。お、ちょうど3分34秒だ。あ、まあ、被られた。マジで負けた。パンタ、パンタあるな。1、2、3、4、5、6、7、8しか走ってないわ。やべ、1個出してない。やばい。家に置いてきてる。いや、そんなわけはない。全部出していこう。だってさっき数えたとき9個あったもん。まさかのコキがないという非常事態。え、そこにモーターあったの。あった。よし。あ、すごい。コミックスよりやりやすいこれ。マジ？ガチ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 。出し忘れた。あら。アイ君にもらったやつ1個どっかないなと思ったら出してなかった。よし、これでネクストを自由に動かせられる。あ、あ、あ、おー、ちょっとトワイライトがちょっと当たったかも。傷ついてなければ大丈夫。いやー、今上がって。やばい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 。今おさわりしてきた。え、おさわりしてきた。やば、危なかった。おさわり、今おさわりしてた。触りとこだった。ごめん。待って、ネックス触れた。触られるんですか。触れる。危なかった今。危なかあっちゃい。そういうことじゃないな。新幹線に夢中になってる間に行って行け。まだ長野じゃ、長野じゃない。どこだっけ。あれ、名古屋じゃ元気だから。名古屋、名古屋元気でも中央本線元気。いや、名古屋ってあっちの愛知の方まで走ってる。あれ、なんかネックス動かなくなったんだけど。あー、多分微妙な速度だと走ってくれないと思う。いや、だいぶ入れてるよ。え、だいぶ入れてるのになんか動かないんだけど。あー、それは申し訳ない。あ、待って、それがこっちに入ってる。そんなことないよ。あれ、なんで動かなくなったの。
るとね、多分押さないと動いてくれないと思うから、ちょっと調子悪いかもしれない。マジ？遅いんだよ。待って、あんなとこに止まったんだからどうしようもねえんだけど。こいつで押してもらうしかないと思う。行けとワイライト。あ、絶対届かないやつだ、これ。それでもう、あれ、配置で押してもらった方がいいと思う。あ、やべ。やべ、分岐変えたままだった。多分、配置で押しちゃった方が早いと思う。確かに。すいませんね、不調で。いつも元気なんだけど、なんか今日だけ調子悪いかも。マジか。あんま。新幹線は安定されたって言ったんですか？あ、ちょ、おー、新幹線より早い。行け。突進するか。おー、救援車、救援車、おお、ちょっと待って救援、救援だ、救援。待って、その画面見ながら操作する。あ、当たった、うん、一回引いてみよう。あ、くっついたかも。くっついたかも。報酬層だ。報酬層だ。あ、動いてる、大丈夫、動いてる。どうしたんだろう、ちょっと接触悪いかもしれない。あれ、また綺麗に来た。もっと早い。いや、その画面何が役に立ったの。もうちょっと押した方がいいと思う。あ、やべ、荷物。あ、押してる、大丈夫。引いて。一回一気にパワー入れた方がいいかも。あ、動いてんじゃん。おさわりしないで、やばい、立ってしないで。おいパンタ上がってんだよ、こっちは。危ない。すごい光景だな。あ、くっついてる。押してんじゃないの、これ。多分押してると思う、これ。うん、多分パイチの方が遅いと思う、これ。そうだね。あ、そんなことなかった。一回こっちか。ありがとう、パイチ。ちょっと息フーフーします。おう、一回動かしてみる。一回暴走した方がいいかも。なんか絶対してない。いや、してない。ああいう音。いいんちゃう？直ったの？オッケー。よし。よかった。ありがとう。渡す前に壊れたらマジで。音すごいな。めっちゃ暴走してね。いや、実際成田スカイライナーに対抗するためにあれくらいで走ることは多々ある。問題ない。中にパンタ開けないでやったの。急停止した。パンタ開けないでやったの。お前も走ってる。逆走なんだよね。書かないでしょ。こっちが当てないよ。向き変えたら考えよう。ちょっと写真撮って。
なんだよ、なんだよ、お前 顔出し OK だろ。ダメだよ。あ、いいだろ、お前こ顔出してんじゃねえか、この前出してねえ。出してただろ。モザイクかけとけ。いや、かけないよ。かけろ。お前この前チャンネルで顔出してただろ、ここにやら。あら、こんにちは。ちゃんとかけろ。あ、いや、そう、あ、クレンさんはちゃんとね、モザイクかけるんで。俺もかけろ。お前大丈夫だろ、この前メガネかけた時だ。あれはメガネかけてた。メガネかけてねえんだよ。かけてなかったよ、お前。かけてたよ。かけてなかったよ、お前。やめろ。いいよ、ちゃんと後で出しとくから。おい、待っとく。なんだ、怒るんだよ、怒るで。なあ、なあ、あれ、野田さくらっていいんでしょ、顔出し。だって自分で出してんじゃん。ね、頭悪くないか。ももそれはね、2年ぐらい走らせてないから多分最初だいぶやばい。お、ガチか。だいぶ不祥だった。だいぶあれだと思う。変なこと。グリーンマックスって高いでしょ。高いよ、バカ高いよ。ああ、リアルでしょ。座席ついてんのこれ。ああ、ついてるよな。あ、トミックスもついてる、グリーンマックスもついてる。お前向き合わせたよ。向き合わせてみた。やっとじゃん。うるせえ。やばい、キッズうるせえな。隣のキッズがいなくなったとはいえ、キッズがいることには違いないから。やばい、500系新幹線出てきた。やばい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 。なんか、なんかすごいのいない？え？え、金太郎に青大将？え、青大将って何で金太郎？え、客車に、昔あれだよね、あれ金太郎で、金太郎で、あれカシオペアはいたけどさ、あれは何？あれは何だっけ？あいつ何？お前さっきから何してんの？何してんの、あいつマジ？あ、ワムさん走らせるのもうほぼ時間ないの。え、今何時？あと5分、あと20分くらい。あぶね、あぶね、あるじゃないか、20分。ありがてえし、スピード収まってきた。動画上げられちゃうよ、なんか壊れてるし壊れてるし、ハマってないよ、しかも早いし。
あーいいな、普通に金太郎羨ましいけどな。あれ旧型キャプチャーだよね。うん、あのいろんなお店ですごいいらないような値段で売られてる。大井川にそうなやつ、ね、そうお並走してる、リバティとのスーパー暴走してる。俺の64でも結構飛ばしてる方なんだけどな。マジで、ね、あ、やばい、ドッキング、やばい、リバティにやっぱ使われるか。まあ、そこ、あ、お、直った、直った、直った。え、結構スピード出てるよ、一応これマックス速度だ。そろそろ時間なんてきたので片付けをしようかな、ね、ネックスを片付ける。おお、なるほど。いや、まあ2号機を格安の値段で手に入れたクルンさんですけど、凍結買う予定ある？ん？凍結買う予定ある？お金に余裕があったらそうかな。ほんとね、普通にね、あれジャンク品でバラ売りで買った方が全然安いと思う。あの、秋葉のポコンで見たけど8000円した、モーターなしに。えぐいよマジで。だからジャンクで加藤のでもいいから買って、カプラー変換とかでいいから。よし、とりあえず片しましょう。おーおーおお、あ、立てた立てた立てた、取れた。おお、緊急事態です。アイくん、アイくん緊急事態です。連結成功。爪にぐっちゃぐちゃになってるんだね。爪にぐっちゃぐちゃやだ、あんな。やべ、分岐が死人出て G 出てたから。またはねえ、バッチギだ、普通に。あ、楽しかった。1時間もあっという間ですね。出してやるのは面白いけどさ、かかったら面白いかな。だからこれでレイアウトっていいんだよね。そういうこと。あ、やべ、あ、食堂車か。ああ、食料が、食料なくなったかもしれない。あと、これあれだから一応ね、あのコンロあるから。コンロあるの？こんなビーハーだった。一応コンロ、食料ってコンロあるよ。へぇ、だってこれキッチンあるの。すごい。だから爆発しちゃう。爆発しちゃう。またお前くらいでひどい。出荷しちゃう。ちなみにあれ無動力で動いてます。え、やばい、幽霊だ。なんかパンパ上がってないとかっこいいかもしれない。なんかなんで、あ、なんかパンタ上がってないの、かっこよくないの。どうやって電力を受けるんだ。なんだ、不思議な、なに、線路から給電でもしてる。不思議な力が働いてる。線路から給電してくれじゃん、面白い。線路から給電したか。あ、確かに、不思議な。あー、ダブル、いかれたと。ネックス。ね、税金取ってもいい。え、消費税。え、ダメだよ。ダメだよ。普通消費税って普通じゃない。知らないよ。ネタだよ、ネタ。ね、手数料、消費税を取ろうってやつがいるんだよ。まさか、そんな。まさかね。汚ねえ手使うような人なんかいるわけないよ。そんなこと言ったらさ、この前僕がカメラ持ってきた時のね、輸送料払ってもらいたくなった。あはカメラの輸送料。あ、じゃあ値下げし、値下げっていうか、その値上げなんて考えねえ。あー、やばい。お、お、大丈夫ですか？多分大丈夫です。もう俺のものではなくなったから、なしは言おうとは思わない。危ねえ。丁寧に扱ってね。なんか、なんか、バスのやつ。服に当たってパチとかやったら笑えねえから。あ、2020でやらかしたことがあったから。あ、そっか、なんか、そんな話を聞いたことがある。俺の録音止まってるし、録音止まってた。やっぱね、譲渡してもらったよ。何鉄道にしますか？クルン線でいいや。クルン線でいいや。
クルン戦、うん、やべえ、おー、やりますね、うん、どうしようかな、名前、え、お前何してんの、え、手が減っちゃったよ、おお、ちょ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 おいおいおい、え、なになになに、どうなってんの、やばいじゃん、ちょっとちょっと、はい、はい、くん、事故しました、あれ、やばくね、急に、大丈夫、外に物理的な本当にゴース暴走キッズがいた。あ、違う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 。違う違う変なこと言う。待って、なんか変なこと言う。見て、変なことになってる。あ、あれなんか入れる。あ、待って、ぶつかる、ぶつかる、ぶつかる。やべ、いいや、推進回数でいい。やべ、変なこと言う。検討者。やべ、やべ。君に何をして今ちなみにリバティって救出した君何してんのリバティ救出したんですかだからだいぶ出せ直したよあ直した君は何をしているからねあそこまで持ってきてあげたんだよ、ね、俺、ねね、優しいからあそこまで持ってきてあげたんだよ当たってそうよすげえなんか中間とか暴走してるティバティのそしてまた64止まってるっていうあれ止めたっけ俺ここでいやなんか止めてたよさっきあマジかなんかリバティ止まってたかリバティ止まってたとかやばいあったかいあったかい意外と下行けるんだあそこはどうやって入ってるなんか先生と事故ったようでしょ普通に普通に直してやばいこれエクスペラインないんですどこ行った？また消えたぞ。あ、あ。よかった。あ、船もったいくしょでしとかない。絶対顔つった。この後車内灯つけてあげるよ。その前に線路が。分かってる分かってる分かってる。ああ、マジで。え、入る。やだ、なんかこっちの方が持ってる、持ってる感じするじゃん。特に加熱はしないですけどね、それに関しては。もういいのがないっすか。やべ、ちょ、短期で爆走させようと思ったけど、時間が全然なかった。なんか、加藤のやつ大きいのかな、これ。狭い。どうしよう。ここにね、ずっと留置したバイトを一回動かしますはい、今ね、この区間ね、交流区間だからパンタ1機しか上げてませんあれ、そういう設定なんだうんっていうのなんかよくわかんない設定にしてますあ
ということで梅里駅に帰ってきました。本日はこれで動画を終わりします。またご視聴お願いします。